皆さんこんにちは。2022年に今年歌手生活50周年を迎えた天童よしみさん。天童さんの聴く人の心を揺さぶる歌声と国民に愛される人柄、その背景には天童さんのある強い覚悟と両親の愛がありました。今回はそんな天童よしみさんのこれまでの苦労とプライベートについてお話ししたいと思います。それでは天童よしみさんのプロフィールから紹介します。本名吉田よしみ、生年月日1954年9月26日、出身地和歌山県田辺市、血液型 B 型、8歳の時に子役として大阪新歌舞伎座で美空ひばりさんと同じ舞台に立ち、美空さんに憧れ歌手を目指したという天童さん。テレビのちびっこのど自慢をきっかけに1970年代初頭に大人気となったアニメ田舎っぺ大将のオープニング曲大ちゃん数え歌を歌って注目を集めます。その時のちびっこのど自慢の2位はあの上沼恵美子さんだったそうです。デビューが決まったきっかけは五木ひろしさんや八代亜紀さんのデビューのきっかけでもあった全日本歌謡選手権という番組でした。その時に背中を押してくれたのはいつも一緒に歌を歌い応援してくれていた父親だったそうです。チャレンジしてみろ、実力を試せという強い希望に応え見事デビューし、父親は涙もこんなに出るのかと思うほど泣いていたと天童さんは話していました。しかし1972年にシングル「風が吹く」でデビューした後は苦労の連続でした。15歳で母親と一緒に上京し、二人三脚で活動を続けていました。上京する際、父親は私が上京する時大阪の八尾駅のホームで絶対に帰ってくんなよと私に言って背を向けたのに、振り返った父の姿が忘れられませんと話しています。きっと妻と娘が遠く離れた東京に引っ越してしまい、心配する気持ちや自身も寂しい気持ちがあったのだと思います。当時は山口百恵さんや桜田淳子さんといったアイドルブームで、デビュー2年目頃からすぐにレコードの売り上げが伸び悩みます。15歳から22歳まで14枚シングルを出したものの、なかなか売れず、同期野口五郎、研ナオコなどはポップスに切り替わったそうです。北海道から福岡県まで1ヶ月で300件以上も営業を回ることもあったそうです。しかし両親の応援も虚しく、22歳でレコード会社と契約は打ち切りとなり、母親と地元に帰ります。天童さんは当時のことを、悔しかったし今思い出すだけで涙が出ると語っています。ずっと日の目を見ることができず、天童さんには引退したいという思いがあったそうです。そんな中でも支え続けた父親は、意気消沈する天童さんに他人に歌を教えることで自分の技術も磨かれるとアドバイスし、いやいや始めた歌の教室が天童さんに幸運をもたらします。歌謡教室の生徒がお店で歌っていると、歌うまいですね、誰に習ってるんですかと声をかけてきた人物がいました。まさにその人が道頓堀人情を歌う歌手を探していたレコード会社の担当者でした。生徒から天童さんの名前を聞いた担当者は、天童さんまた歌いませんかと声をかけてくれたのだそうです。デビューして苦節14年、道頓堀人情で再デビューを果たしました。この歌詞は一度東京で負けた天童さんの思いそのものであり、阪神ファンに受けて大ヒット。天童よしみさんの代表曲となった「珍島物語」はリリース2年で130万枚のミリオンセラーに。そして後に建てた推定5億円の実家は通称「珍島御殿」と呼ばれ、地元で有名な場所となりました。1998年よしみちゃんキーホルダーを発売し大好評となり、2000年から「舐めたらあかん」でおなじみののど飴の CM 出演、それから天童さんを常にサポートし応援していた
父親が特に楽しみにしていた紅白歌合戦に1993年に出場します。実は紅白歌合戦出場には両親の他に出場を願う人たちがいました。親衛隊のように必ず10人くらいで移動して後を追いかけて応援してくれるようなファンがいつも支えてくれていたそうです。その人たちから、よしみちゃん、僕らのお願い聞いてくれる？一回でいいから紅白に出てほしい。よしみちゃんが紅白のステージで歌う姿を見たら、僕らも応援した甲斐があるやんか、と言われ、さらに、屋敷高人さんが、自分の深夜番組の中で天童よしみを、紅白に出す会というものを作って、応援されたとのこと。その時のことを、3年間レギュラーで出演し、ドロンコパックをしたり、かぶり物姿で、道頓堀人情を歌ったり、飛んだり跳ねたりして、正直嫌だなと思ったこともあったんですけど、若い子が振り向き始めたんです。それまで大人のファンばかりだったのが、よしみちゃーん、と言ってくださる。嬉しくて湧き立ちましたね、と語っています。2015年には美空ひばり、終わりなき旅を紅白歌合戦で熱唱し、美空ひばりさんの長男加藤和也さんが、母も大変喜んでいる。いい意味で美空ひばりと天童よしみはライバルだったと思う、とコメントされました。その紅白歌合戦にはもう過去26回も出場され、27回目の出場となる2022年の紅白では赤組のトップバッターを務めました。一番身近で娘の苦労を見てきた両親が誰よりも喜び誇りに思ったと思います。見事に屋敷高人さんとの約束も果たし、親孝行されている天童さん、父親は後に天童よしみ音楽事務所の会長として支え続けます。しかしサポートしてくれてた父親に病が襲いかかります。15年間もの長い間、大腸がんの闘病生活を送ることになってしまいました。一旦は完治したと思われましたが再発、そして2008年78歳で亡くなります。当時新歌舞伎座で座長公演をしていた天童さん、ただの舞台ではなく座長という大役を担って大変な日々を過ごしていました。それを知っていた生前の父は娘に気遣い、お父ちゃんが死んでもみんなに絶対言うなよと頼んでいたそうです。その言葉を守り、世間に公表したのは舞台が終わってからでした。辛い気持ちを隠して見事に座長を務め上げた姿をきっと父親も見ていたと思います。天童さんは両親と同居していたので、身近にいた父がいなくなって喪失感が大きかったといいます。お別れ会には西川きよしさんや藤あや子さんなど300人もの人々が参加して別れを惜しみました。最後に会ったのは亡くなる前日、頑張れと一言だけ言ってにっこり笑ってくれたと涙ながらに話していました。一方母親はまだご健在で、2023年には90歳になります。しかし母親にも病魔は襲い、1990年代後半の60歳頃、脳の血管系に異常が見つかり長期入院を余儀なくされました。後遺症で右半身が動きにくくなりましたが、頑張ってリハビリをこなしていったそうです。それから20年近く経った85歳の時、庭の手入れをしていた際に転倒、人工股関節を両足に埋め込むという大怪我を負ってしまったのです。高齢になって怪我をすると寝たきりの生活になって弱るケースが多いと聞きます。歌手業で多忙な天童さんでしたが、入院や施設に入れることはせず、可能な限り自分で母親の世話をしたそうです。杖をつけばなんとか少しは歩ける程度でしたが、2023年現在はだいぶ回復しているといいます。仕事と介護の両立を図りたいという気持ちがとても強いようで、高齢の母親のことを常に最優先で考え、母親の体に負担がかからないようにできる限りのバリアフリー化を施したり、地方公演の最中に空白の時間ができるとすぐに帰還したりと、自分の時間の大半を母親との時間に充てているとのこと。すべては
苦しい時代に支えてくれた、家族を優先していることもあるのか、天童さんは結婚をされたことがありません。デビューから50年経った今でも歌に対する情熱は冷めるどころか、より一層強くなっているようです。歌い手としてのプロ意識が高く、毎朝必ず母親の実家がある和歌山から取り寄せた梅干しを一粒食べ、蜂蜜をスプーン一杯食べることで喉の潤いを維持しています。コロナ禍でも喉のケアは欠かさずに行っていて、朝起きると裏声から発声チェックをし、半身浴をしながら艶っぽい声を出す練習を欠かさずに行っているそうです。その後、松任谷由実さんの真夏の夜の夢や竹内まりやさんの静かな伝説などを歌いながら発声の練習をしています。そんな天童さんの年収はどのくらいなのでしょうか。演歌や歌謡曲が下火になった現在においても、常に第一線でテレビ番組やコンサートと精力的に活動している天童さんですので、年収は常に1億円以上はあるものと考えられます。かつての情報にはなりますが、1985年から2004年の天童よしみさんの通算納税額は6億9248万円でした。そんな天童よしみさんも現在は68歳になりました。いかがでしたか。不遇の時代に両親に支えられ、今では実家と自宅ともに豪邸が建っています。東京の事務所兼自宅は麻布にあり、地上3階建ての地下1階の造りで滝があります。これは和歌山県出身の父親が故郷を忘れないようにということで、父親の希望で作ったそうです。大阪の実家は5億円をかけて建てられた御殿と言われるほどです。2023年の抱負として、期待していてください。来年はいろんなことをやります。歌うし、踊るし、もう脱いじゃうし、見ていてください、できる限りのことをやらせていただきます、と意気込みを語っていました。きっとお父様も天国から応援してくれていることと思います。今後の活躍も楽しみですね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を気に入っていただけましたら、コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。